ということで、皆さんこんばんは。コンビニ晩食をやっていきたいと思います。今日はね、ローソンさんですね。ローソンに行ってですね、つまみを買ってきましたので飲んでいきたいと思います。それでは選手紹介、エントリーナンバー1、ビール、日本クラシカルビーター限定製造。ビールではありませんでした。これは第3のビールか発泡酒のどっちかです。エントリーナンバー2、キリン本搾り。はい、キリン本搾り、すっきり搾りですね。これ夏限定だって、新商品ということで出てたので買ってきました。アルコール 6% です。エントリーナンバー3、オイルサーディンと5種野菜のアヒージョ。柔らかイワシと5種野菜のうまみ。俺ね、オイルサーディン好きなのよ。早く食いて、腹減った。エントリーナンバー4、ドゥン、直火焼き牛ハラミ角切りニンニクだれ。いいね、このね、シリーズ、肉シリーズはね、牛タンレモンとかなんちゃらスペアリブとかいろいろあったんだけど、ハラミとニンニクだったからもうこれを。エントリーナンバー5、おいしいうずらベーコン。ビールにぴったりって書いてあります。これね、ちょっと高かったんだけど、あとで値段言いますけど、ちょっと高かったんだけど、見て、用事ついてる。ベーコンとうずらなんてさ、まずいわけないから、買っちゃいました。続きまして、エントリーナンバー6。ところてんだよね。俺ね、ところてん好きで。これなんて、ところてん、英語でなんて書いてあるの？ジェルティウムジェリーって書いてあるよ。この酸っぱいもんが好きだな、酸っぱいもんが。じゃあ、そして最後、大ボスですね。エントリーナンバー7。麺園武蔵監修、冷やし真剣そば。でーん。これだ。これが記事を見つけまして、ここ最近このコンビニのさ、名店が監修したさ、冷やし麺的なのがいっぱい出てるじゃないですか。ファミマさんはセンリガンだったり、セブンイレブンさんはトミタさんのさ、よく食べてるじゃんこれ。で、いわゆるこう二郎インスパイア系のお店が監修した冷やし麺がいっぱい出てるんだけど、で、ローソンさんは麺屋武蔵監修の冷やし真剣そばが出たらしく、まあ、麺屋武蔵さんは二郎インスパイア系ではないんだけども、今回これは極太麺で刻みニンニク、もやし、キャベツという要素が揃ってるんだって。だからちょっとジローインスパイア系に近い雰囲気があるということで買ってきました。早速飲んで食っていきたいと思います。じゃあチンしてくるぞ。おー、チンできたよ。はい、乾杯。さあ、日本クラシカルだって。いただきます。あ、すっきりしてる。すっきりしてるね。そこまでこうホップーっていう感じの香りでもなく、苦味がそこまで強いわけでもなくって感じですかね。牛ハラミ、牛ハラミ、ニンニク牛ハラミ。はい、こんな感じ。うれ、いいね。ニンニクの芽と一緒にいただきます。いただきます。貝です。これは貝です。これは 100% 貝です。これは今までの、それこそセブンさんとかファミマさんとかいろんなところの冷凍食品のつまみを食ってきたけど、あれ、ま、あれ下手したナンバーワン出たんじゃねえの。これいくら？ビールが160円、でチューハイが155円、ところてんが108円。これがね、このベーコンうずらはちょっと高いんですよ。これが356円、オイルサーディンのアヒージョ、このアヒージョが399円、あ、でこのハラミニンニクも399円で、麺屋武蔵冷やし真剣そばが598円だけど、これ、あ、これめちゃめちゃうまい。これめちゃめちゃうまい。これ来たわ。これ優勝かもしんない。これめちゃめちゃうまい。うわぁ、アヒージョ立派な。アヒージョ、見て。アヒージョだ、しっかりとした。うわぁ、オリーブオイルとね、このイワシのね、香りがプンとしてね、最高です。部屋にイワシの香りが。建物担保の渡辺なんとかさんみたいになってますね。いただきます。まずブロッコリーからいただきます。あ、うまい。これはちょっとレモン風味なのかな、白ワインなのかな、ちょっと酸味がありますね。イワシです。イワシいただきます。これはワインだな。これレモンチューハイに合わせたいな。めっちゃうまい。パスタ茹でてこれと和えたらもうパスタになるわ。玉ねぎ、ネギか、玉ねぎか、ネギか。お野菜がトロットロなんですよ。え、やば、え、ローソンやばない？レベルがいつの間にか、
つの間にかっつうかこんなになってる今ローソンのレベル。え、びっくりだな。ちょっと酒が進むぜ。さあ、そしてメイン武蔵さん。おお、開けちゃうよ。でかくない？こういう感じか。これがスープだな。スープでかっ。スープでかっ。おお、これをワシャワシャワシャですね。おお、煮卵が1個丸ごとゴロッと。でも見てください、このキャベツとかががっつりと。でも魚介の香りがしますぜ。いただきます。麺が太くてこうワシャワシャしてて非常に食い応えがあって、スープ味濃いめの非常に酒が進む。いや、うまいなこれ。より麺がほぐれてくるともっとうまいね。うん、冷やし麺のクオリティ高くね、各ラーメン各コンビニの。こんな秒なんだけど、レモンチューハイも楽しみですよ。ああ、すっきりしてるね。あ、美味しい飲み方、サカサカンだって。ミスった。サカサカンするの忘れた。でも、すっきり絞りっていうだけあって、すっきりしてます。最近のやたら甘いやつじゃないです。俺好きです、これ。でも、申し訳ないけど、ランキングをつけさせていただくと、そのコンビニの冷やし麺で言うとね、店舗さんのじゃないですよ。コンビニの冷やし麺のランキングで言うと、冷やし麺は、やっぱセブンの富田が一番強いかな。ちょっとあれはうますぎるから、完成されすぎてるから。麺のワシャワシャ感とか、いや、これ、この麺武蔵さんのこれもうまいですよ。うまいんだよ。もう何にもない真っさらな状態でこの子が出てたとしたら、とんでもねえ商品が出やがったってなってリピート確実なんだけど、やっぱね、もうセブンさんのあれはちょっといかつすぎるな。ちょっとうますぎるから。ここですよ。国産うずら卵と相性のいい角切りベーコンを組み合わせました。うわぁ、うん、お、よ、ん、ちょっと燻製感が強いのかな。俺好きだぞこれ。ベーコンも燻製だもんね、ベーコン。あ、これはうまいね。高いけど、新幹線の出張の帰りに食いたいね。ちょっと贅沢してビール買って、出張うまくいったしみたいな、商談まとまったし、帰り新幹線のビール買ってこれ買って帰るかみたいな、これ買いたいね。なんなら駅のホーム売ってなさそうだから、ローソンで確保してからホーム行くね。新幹線のね、そこまであるねぐらいうまいね。それぐらいこれは確保したいね。アヒージョうまい。このオリーブオイル飲みたい。うめえな。あのさ、俺自然にさ、この本搾りレモンすっきり搾り夏限定を今これ飲んでると思うんですけど、違和感なく、あのレモン堂とかのさ、甘え甘えってよく言うじゃん。甘くって俺ダメだってよく言うじゃん。今なんでダメなのか気づいた。違和感があるんだよな。食ってて、あくまでも酒だからメインを邪魔しちゃいけないんですよと思っていて、レモン堂さ甘すぎてさ、ちょっと邪魔
邪魔じゃない？そこだ俺の違和感は。この子はすごいすっきりしていてお食事を邪魔しないので、かつレモンのお味もするのでとってもいいです。だからチューハイ、レモンチューハイを主役にしようと思って作ったんでしょうね、きっと。レモンドーバー、はい、さあ煮卵です。硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどいい。味の濃いものを食った後に、あとなんかちょっと足んねえな、ちょっとなんか食いたいなって時に出てくるのがこのところでんすよ。アディショナルタイムにダメ押しの1点を入れてきますよ、こいつは。おお、なんか出てきたんだよ。なんか出てきたじゃないの。開け口って書いてあるのにさ、開け口になってない。ところてんってさ、何？教えて、知ってる人教えて。ところてんって何？なんでこの液体の中じゃないと生きられないの？このなんか培養液の中でしか生きられないみたいになってるとさ。ところてんって何？マジで。なんかもうこのなんか切りづれえなこれがよ。刑事会社もっと改良してほしいんだよな。俺だけかな？これ切るのすごい下手なんだよな、俺。どちらからでも開けられますみたいなやつ。本当に苦手なんだよ。誰でもマッチングしますみたいなさ、誰でもマッチングしますっていうマッチングアプリ、俺絶対マッチングしない自信あるもん。だってこのどちらからでもどなたでも切れますっていうやつさ、これ切れないんだぜ。そんなんでマッチングアプリでマッチングするわけないよね。ところてんが好きです、ところてんが好きですってプロフィールに書けばマッチングするかな。うん、さっぱり。ところてんが好きです、どこからでも切れますってのは切れません。36歳無職です、よろしくお願いしますっていうプロフィールでさ、マッチングアプリでマッチングするから、女性の皆さんコメントください。そんな男とマッチングしますか？マッチングアプリのシステムよく分かってないんですけど、マッチングしますかって聞いときながら、マッチングって何なのかなと思ってる。ローソンのつまみでコンビニ晩酌をしてみましたけども、めちゃめちゃうまかったです、めちゃめちゃうまかったです。ということでご視聴いただきありがとうございました。